これは大豆でできた食べ物たちが集まるとある学校のお話。今日からこのクラスにアメリカから新しいお友達がやってきました。さあ挨拶できるかな。アメリカからやってきましたソイです。よろしくお願いします。アメリカから来たの？すごい。みんな仲良くしてくださいね。はーい。はじめまして。私は醤油。よろしくね。あ、よろしく。みんなとは喋れた？うん、まだ。じゃあ私がみんなのことを紹介するわ。ありがとう。あそこに座っているのは味噌侍。寝てるみたいに見えるけど、本当は寝てないんだ、いつも。味噌はアメリカでも有名だよ。本物だ。そうなんだ。それであそこにいるのがトーフルとオイル。二人はとっても仲がいいのよ。いつも美容の話をしてる。そうなんだ。ああ、今私たちの話してたでしょ。うん、みんなのことを紹介してたの。ところでさ、ソイの帽子のそれ、なんて書いてあるの？これは SSAP 認証のマークなんだ。なにそれ？どういう意味なの？SSAP っていうのは大豆を作るときに環境や生産者に優しいルールがあって、そのルールを守っているアメリカ大豆にはこのマークがついているんだ。そうなのね。日本でもアメリカの大豆が使われているんだよ。じゃあ私たちの中にはアメリカの大豆もいるんだ。面白い。驚きだ。もうびっくりさせないでよ。あんた起きたの？ソイさん、よかった、間に合って。先生、どうしたんですか？これ、渡さなければと思って。うん？次の授業で使うから考えてきてほしいんだ。何をですか？なりたい料理というのをみんなに考えてくるようにお願いしてるんだよ。わかりました。じゃあ、気をつけて帰るんだよ。さようなら。さようなら。What's up?